頭の中でこう行動的に言うと小選挙区になれば二大政党ができるだろうっていう選挙制度から政党を無理にこう2つにしようとしたところでやっぱ無理があったんだと思うんですね。で実はあの去年ですね、まあ、1年かけて今のテーマ理想の野党の共闘の枠組みはですけどそもそもが違う。まあね、だから私はね、もうちょっとそのね、もう今の私はこの野党の中だけでどうこうとするっていうのは、やっぱこう平成の流れのこう。さあ始まりました選挙ドットコムチャンネル。私 MC を務めます編集長の鈴木邦一です。そして本日も昨日に引き続きましてスペシャルゲストにお越しいただいております。国民民主党の国会対策委員長を務めていらっしゃいます古川元久衆議院議員です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでまた本日もこちらの箱から玉を引いていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、あ、まあ、1番ですね。はい、理想の野党共闘の枠組みはということで、うん、まあ、これ野党共闘についてもですねいろんな枠組みまあ、語られていたり考えられていますけれども、つい最近も立憲民主党の岡田幹事長からこういうご発言ありました。国民民主党との関係についてもう一回大きな塊を目指した、一緒になれば連合も応援しやすくなるという、そういうコメント出てますけども、古川さんどうですか。個人的にはそのもう一回やっぱ大きな塊作った方がいいってお考えですか。あのね、私はやっぱりね、一回こうもう今やね、平成の一連の政治改革をですね、うん、はい、もう全体をこう検証して見直して、新しいやっぱり枠組みとか考えない時には来てるんだと思うんですね。で、まあ、岡田さんの、まあ、申し訳ないけど発想は、まあ、平成のやろうとしたことをもう一回この令和の時代にやろうと、はいはいはい、そうですね。どういうことかというと、やっぱり平成はね、何だっていうと選挙制度を変えると、うん、で選挙制度を変えれば、うん、それこそ派閥もなくなるって言ったんですよね。はい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 、今の小選挙区中心して、はい、で二大政党制だと、二大政党を作ろうと、うんうん、二大政党を作ろうとして、うん、とにかく、まあ、無理にも一緒になるみたいな、うん、そういう大きな塊、うんうんうん、ただこの平成の一連のですね、うん、この30年、うん、まあ、あれ見てると、うん、やっぱりねこれね日本は、うん、やっぱり二大政党っていうのには、うん、まあ、風土じゃ向いてないんですよね。なるほど、と思うんです、はいはい、で実はこれ選挙制度っていうのは、うん、本当はやっぱりこういわゆるその国の政治文化と非常にこう、うんうん、やっぱり密接に関わる、本来はそうですね、ですよね。で二大政党の国っていうのはね、うん、イギリスアメリカ有名ですけど、もともと階級対立があったイギリスとか、うんうん、あるいは南北戦争のやっぱそういう対立に2つの大きな二大対立がある、そこに合わせての形で政党もできて選挙制度もあったんですね。確かに。とか日本はもともとそういう風土はね、あのないんですよ、うんうんうん、でね、まあよく私言うんですけどね、あの和食洋食和洋折衷どれしますかって言ったら大体ほとんどの人が和洋折衷選ぶから、ね、やっぱねあんまりそういうね、はい、こっちだけとか、はい、そういう、あのマインドはあんまり日本人ないんですよ、ね、で、ね、そういうマインドがあったとしたら、うん、それは源平の時代まで遡らないと、うん、まあ、ある種日本でそういう、ね、2つの勢力に分かれて争ったっていうのは、はいはいはい、まあ、源平の時代ぐらいまでなんですよね。いわゆるその支配階級である武士がいてとか、うん、そういうその時代まで遡らないないってことですね。ずっとね、でね、うん、だからそんなね二大勢力がぶつかってなんていうのは、うん、なるほど、うん、それはもう源平までいかないと。いや確かにそうですね。うん、ね、だから、そういうね、それをこうやっぱ平成の時には。うんうんうん、選挙制度を変えて小選挙区になれば二大政党ができるっていう、うん、そのちょっと私はこれはね、まあ、学者の皆さんに申し訳ないんだけども、やっぱこう頭の中でこう行動的に言うと小選挙区になれば二大政党ができるだろうっていう、うん、選挙制度から政党を無理にこう2つにしようとしたところやっぱ無理があったんだと思うんですね。で実はあの去年ですね、まあ、1年かけて、あの選挙制度協議会っていうのが、うんうん、衆議院の、ね、うん、各党会派出て、うん、まあ、私も国民主党代表出てましたけども、うん、
まあ、これでもうねちょっとやっぱり選挙制度いろんな意味で、ね、あの弊害や問題も指摘されてるから見直そうっていう議論がちょうど去年始めたんですね、うんうん、でその時に、うん、あの当時こう30年前の細川政権の時にね、はいはい、細川河野会談というね選挙制度を合意した、うん、あの河野さんと細川さん2人に来てもらってお話しましたけど、うんうん、まあ、河野さんなんかははっきりこの選挙制度は改革、うん、間違いだった、ね、うんうん、おっしゃってましたね、うん、で細川さんも、うん、細川さんはこの選挙制度を進めたんだけど、うん、いや二大政党っていうことは全然自分は考えてなかった。穏健な多党制で、うんうん、まあ、いくつかの政党がその時々で連立を組むっていう考えだったんですね。だからやっぱなんかいつの間にかそれがね、うん、なんかこう小選挙区制選挙制度を変えて二大政党を作るっていうのが、うん、それがこうまあ平成の時代の政治改革のこうメインテーマになって、うん、まあ当初私もそういう流れの中でね、うん、やってきたんですけども、うん、やっぱりねそのいろんな限界が見えてきたということが、うん、実はこの平成の終わり頃のね、うんうん、だからまあ民主党が崩れていったっていうのは、まあ、それはいろんな経緯の中で崩れたんですけども、うんうん、ある種やっぱりそこはですねそういうこう無理をしてきたことの一つの、うんうん、あの自然な帰結じゃないかと思うし、うんうん、で一方でやっぱり自民党なんかもね、うん、やっぱこの制度だからって合わせて、うん、ね、ある時は社会党組んだり、うん、まあ、今は公明党組んだりとかですね、うんうん、まあ、前だったら考えられる組み方とかやっぱりそういうねことをしてきてる、うん、やっぱりそのことがこうかなりこれ、ね、いろんな、無理や、うん、あるいはこう一般国民から見ると、うんうんうん、なんでここの高校の党が組むのとか、そういうこうやっぱり政治不信だっていうところがあるんだと思うんですね。ですから今はねもう一回私はそういうこうちょっと平成の間の、うん、ですね、その流れでもう一回やろうっていうんじゃなくて、虚心坦懐にですねやっぱりこうもう一度、本当に平成のこれどうだったのかと、でやっぱり日本の風土にも合い、そしてね、まあ国民の皆さんもその自分たちの声がちゃんとこう政治に反映されて、それから国会にも反映されてと思えるようならどうしたらいいのかっていうことをですね、やっぱりもうちょっとこれね虚心坦懐にですね考えて行動する時だと思うんですね。なるほど、あの、今のお話、まあ、非常にこうこう説得力があるなと思ったんですけども、例えばじゃあ今のその小選挙区制がありますよね、でこれをまあ選挙制度も含めて一旦こうもう少しこう考え直しておくといいとして、こう選択肢ってどういうものがあるんですか。例えばまあ、もともと中選挙区制だったじゃないですか、これ今小選挙区制になって、例えば他にこう選択肢があるのか、あるいはこう国民民主党さんが何かお考えのものがあるのか、それ どういうイメージなんですか。あのね、これはね、まあ、まだ具体的なところまでまだ議論ないんですけども、はいはい、例えばこう微調整でもかなり違うのは、うんうん、今はですね小選挙区比例代表並立制というのが、ええ、これ連用制っていうのにすると、はいはいはい、実はこれはですね、うん、意味外意味変わってくるんです。なるほど、連用制、比例代表が中心で、ここでまず各党の枠を決めて、はい、そこが中心になる形なので、ええ、小選挙区中心とはちょっと変わってくるんですよ。なるほど。で実は当初はこの連用制をって話があったのが、最終的なところでね、その今の並立制になったってことなんですよね。だからそういう微調整みたいなのもあるし、あるいはね、あのいわゆるこう連携制って言って、一人だけじゃなくてこう、2人3人かけるとか、でそれでまあね1選挙区、まあ、例えば3人ぐらいとか、いろんなですね、あのそこはちょっと考えはね、やり方はあるんだと思うんです。だから元の中選挙区に戻せばいいと私は思いませんけども、しかしじゃあそれで今のままでいいかっていうと、それこそねこれ実はあの30年前には、そんな全く考えにもなく想定にもなくて、今深刻な問題になっているのが何かというと、急速な人口減少、しかもね地方のどん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 人が減ってるんですね。はい、そうですね。で何が起きているかというと、それが故に地方の方はどんどんこう、まあ、定数が減って、選挙がすごい広くなって、で一方でね東京あたりは、まあ、一極集中が進むから、
東京なんかは区議会議員よりも、うん、衆議院議員の方が選挙が狭いみたいな、ね、確かにありますね、はい、でこれでいいのかと、うん、確かにあの憲法で言うとですよ、うん、あの一票はの価値、うん、みんな一票だっていうことはそれはすごい大事なことなんだけども、うん、ただ国会議員っていうのは、ね、人がいないところでも国土は守るとかね、うんうんうん、無人島は人がいないからそこを取っていいってわけじゃなくて、やっぱりこれはね、うん、あの国土を守るっていう意味では、うん、ちゃんとそういうことを考える人たちもいなきゃいけなくて、あのやっぱそういうことを考えると、うん、本当にこのねこの急速な人口減少、しかもこう人口が都市部にばっかり集中して、うん、地方はどん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 ね、うん、もう過疎化で人がいなくなっちゃってるっていう状況の中で、うん、ただ単純にそのこの人口で割って、はい、いいのかと、はいはい、それこそね、まあ、ちょっとこんなことを言う方もいてね、で投票率とか考えると、うん、この高齢者の人はね、うん、やっぱこう投票率高いじゃないですか、うんうん、で実は高齢者もだんだんこれから都市部ものすごく増えてくるんですよね。そうすると本当にの都市部のそういう高齢者のものすごく多いところに、ばっかりあの、うん、議席がいって、うんうんうん、そうするとその高齢者の声ばっかり代表する人ばっかりが選ばれちゃってってなると、うんうん、ますますこう若い人たちが ね、うん、そうですね、自分たちの声があの政治に反映されたんじゃないかっていう不満や諦めみたいなものもいかねないし、だからこのねちょっとやっぱりこの衛星の時考えてたのとは今日本の社会構造も大きく変わってきてるし、だからそういうですねあのもうちょっと大きな視点でもう平成とはちょっと違う新しい形をね考えていくっていうことが大事だと思うんですね。確かに、あ、それこそ今でもあれですよね、そのそれこそ都道府県選挙とかで島しょ部がある地域とかって一票の格差はあるけど、その特例区みたいなのを作って、うん、それある意味こう島っていうのは戦略的に非常に重要なんだっていう観点から一票の格差を超えてこう定数位置設けたりするじゃないです か、 だからそういう考え方全然あってもいいんですよね、うん、今もすでにその制度としてあるし、もっとその国政全体で考えてもいいと、あのこの例えば国民民主党さんが一つこう、まあ、提唱されている穏健な多党制っていうものがこう実現していくと、これやっぱり例えばヨーロッパの、まあ、イギリス以外のヨーロッパの、まあ、よくその連立組むまでかなり時間をかけて、はい、ああいうかイメージになるんですかね、どういうイメージなんですかね、穏健の多党制。だから、穏健の多党制になったら当然ね、やっぱりこう政権を作るときには、うんうん、やっぱりこう政策をちゃんと協議して、うん、はいはいはい、こういうことをやりましょうっていう、はい、まあ、そういった意味で言うと、うん、まあ、ミッションがはっきり見えるんだと思うんですよね、うんうん、だから、今のやっぱりこう、ね、うん、自公連立なんか見てると、うん、これはあのミッションよりもこう選挙でっていうところだけになったんだけども、なるほど、やっぱり国民から見ると、うんうんうん、やっぱり何をする政権なのかっていうことをちゃんと分かるという意味では、うん、むしろそうやってね、いくつかの党で、うんうん、政策協議してこういうことをやりましょうっていう、うんうん、合意をしてそれで政権を作っていくっていうのは、うん、それはですね、うん、あの国民に対する政治の分かりやすさとか、うん、あるいはちゃんとこう何を約束するのかとかね、うんうんうん、そういうことが見えるという意味でも、うんうんうん、私はいいんじゃないのかなというふうに思うんですよね。なるほど、まあ、そういう意味だともうあれですね、今のテーマ理想の野党の共闘の枠組みはですけど、そもそもが違う、まあね、だから私はね、もうちょっとそのね、もう今の私はこの野党の中だけでどうこうとするっていうのは、やっぱこう平成の流れのこうね、むしろ今与野党を超えてですね、ちょっとやっぱりこうそこから考え直さないといけないところじゃないかなと思ってます。これあの今のお話非常に分かるんですけど、じゃあこの例えば穏健な多党制であり選挙制度改革をいざ実現しようと思うと、そこに向けてのプロセスはどうやって歩んだらいいのかっていうのはなかなかこうイメージつかないんですけど、まあね、だからね、まあだからこそ、まあ、我が党は、うん、うちの党は、うん、あのとにかくね、少しでももうちょっとでもやっぱ大きくしていくと、うん、だからどっかと一緒になろうとか、うんうんうん、やるじゃなくて、うんうんうん、やっぱり我々の党が少しでも大きくなる、うん、今度の選挙とね、うん、ことによって、うんうん、そういう主張をね、うん、していって、うん、まあ、他にもこうやっぱ影響を与えられるように、うんうん、まあ、やっぱちょっと数が今少ないので、うんうん、なんとかね、うん、もう少し皆さんのね力を、うんうん、いただいてですね、うんうんうん、議席を増やして、うん、まあ
そういうものを作っていく、うん、まあ、あのこれはね実はあのさっきお話した細川さんが、はい、30年前のあの93年の時の選挙の後にですね、うんうんうん、当時、まあ、野党第5党だ日本新党と、うん、それも第6党だった先駆けの2党でですね、うん、選挙後に政治改革を実現する、うん、内閣を政権を作りましょうってですね、うん、この呼び止まれをやったと、うんうん、で実はその時には、うん、別にあのもしそれに自民党が乗ってきたら、うん、自民党と連立してた可能性もあったっていうんです、うんうん、たまたまその時には自民党じゃなくて、まあ他のねこれは小沢さんが まとめたんだけども、はい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 、だからあの細川ね八頭立ての馬車と言われた連立政権だったけども、うん、もしあの時、うん、自民党が、うん、まあ自民党はねその時はもう党内で選挙制度改革やるかなんかで割れたから、うん、まあそういう状況じゃなかったんだけど、うんうん、だから決してあの最初から、うん、あの野党の圧倒連立のありきでやったわけじゃなくて、うんうんうん、この指止まれってやったことのに、うん、が結果となったという話をね、うん、聞いたんですね、うんうんうん、ことがあるんです。から、まあ、こういうやっぱり大きな変化の時期にはね、うん、我々の小さい政党であってもですね、うん、それがこうまあちゃんとやるべきことのを明確にして、うんうんうん、この指止まれっていう形でやったらですね、それでこう大きな塊っていうか、なるほど、あの集まりをねできる可能性っていうのは私はあるんだと思います。しかもそういう意味だと今ある意味チャンスというか、そういう旗を一番こう立てやすいというかですね、うん、今まあそれだけある意味自民党の支持率も落ち込み、そしてまあ野党の方もなかなかこう伸び悩んで、誰かが本当に国民 そのしっかり支持を得られるような旗を立ててくれたら、そこに一気に国民のこう支持が集まる可能性ありますよね。まあ、それ十分あると思うんです。そうですよね、はい、ですから実はあのこの新しい国民民主党を立ち上げるときに、うちのね玉木代表と、あと、まあ、今知事になっちゃいましたけど、岸本さんを誘ってですね、3人であの、細川さんにちょっとお話を聞いて。ああそうなんですか。ほうほうほう、まあ我々ねやっぱ、あの細川さん のちょうど30年前のね、やっぱりいろんな大きな変化は、細川さんが日本新党を立ち上げた、まあ、そのことがまあねいろんなこうリクルート事件があったとか、そういうこう別の要素もあったけども、自民党内にもいろんな揺らぎをこうね、引き起こして、まあそれが自民党の分裂とかそういうのも多いですね。でそのことによってこう野党の方も変わりっていうので、まあ、いわばこう与野党を超えた政界再編の触媒のような役割を果たしたんですよね、ですからまあ私はこうね我々国民主党もやっぱそういう役割を果たしていきたいなと思いもあって、まあ、細川さんにねお話も伺いに行った時あって、まあ細川さんはとにかく最初記者会見したと一人で書いてあったんですね、まあ、そこからっていう話をねされましたけどね、ですからまあ、あのもう一度ね、そういうやっぱり、ところぐらいまで前で戻って、その上でこう考えると、でかつ今度は要するに、その細川さんとかが日本新党立ち上げた、その後のいろんな動き、やっぱそういうところで足らなかったこととか、例えば今回の問題で言えばね、あの時ちゃんと正当本位の政治にするって言うんだったら、ちゃんと政党法とか作ってね、政党をきちんというふうにしないと、政党本位に政治にするんだっつって、ね、政党交付金のお金だけ税金だけ政党に入るようにして、しかしその中のねガバナンスは、全く、ね、チェックもしないで、自由にどうぞってやったことがこんな問題を起こしてるになった引き金もあるから、やっぱりそういうあの過去のですね、平成の一連の政治改革、まあ、そういうのを検証して反省の上に立って、じゃあもう一回ね、新しい政治の枠組みどう作るのかって、これはもう今の与党とか野党、野党だけで考えるとか、与党だけで考えるんじゃなくて、やっぱ与野党一緒になってやっぱちゃんと胸襟開いて考えていかないと、まあそれこそ、まあ、あの昨日の話にもなりますけどね、もうどっちもこれはもう、こいつはみんなダメだという形で、ポッと新しい人でこう、わーっていうふうになってですね、
なってしまう可能性もある、そういうね、まあ、混乱をするっていうそういう可能性もありますから、やっぱりこのテーマは最後に一つだけお伺いしたいんですけど、はい、その旗はやっぱりこれは政治改革とか選挙制度改革とかそういうやっぱり分野になると思われてますか？これはね、ちょっと私はそこだけでは足らないんだと。足らない、もちろんそれは一つだと思いますが、うん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 、やっぱり今ね、まあ、私はこれ世界が、うん、戦後の体制がこれがこう崩壊をしてですね、うんまあ、混沌に至ってこう次の新しい秩序を目指すような、ねうんまあ、そういう状況に入ってきてるんだと思います、うん、でまあアメリカだってこれね、うんモシトロがもうなんかモシトロにして、はいはいかなり現実味をほぼトラみたいな感じになってきたら、はいはい、そしたらねやっぱ戦後の体制の枠組みの中でのやってきた日本の立ち位置はもうこれは続けられないと、うんうんうん、まあだから新しくやっぱり日本はね、うん、でどういう立ち位置でやるのかという、うん、そういう日本の国際社会の中の立ち位置とか、うん、また国内を見ると、うん、もうこれから本格的な人口減少時代始まっている中で、うんまあ、もちろんね少子化対策で、子どもの数が増える努力はしなきゃいけないんだけども、うんうん、しかしどんなに頑張ってもこれから数十年は人口は減っていくことは間違いないので、うんうんまあ、その中でね、うん、どうやってこう縮んでいく人口が縮む中で国民生活を維持してい、うんくかということをやっぱそういうね、うんまあ、今ちょうど超党派の私超党派の人口減少選挙議連ってやってますけども、うん、そういうですね、うんこの大きな社会構造、うん、人口構造の変化に対応しての戦略をどうするかっていうことと、うんうん、またあと今第4次産業革命っていうのの中で、はいはいまあ、これまでのね、産業に、変わって、うん、じゃあ日本の基幹産業何にしていくかっていうか、うんうん、産業政策とかですねやっぱりいくつかの、うん、やっぱ柱、うんうん、まあ5つぐらいだと思うんですけど、うんまあ、そういうところでだからこの指と言われててもこれだけっていうのだと、うん、ちょっとやっぱりこれはね、うん、今のこう日本が置かれてるところだと、うんそこだけでいっちゃうと、うん、結局まあこれも30年前の反省だけども、うんうんうん細川政権は結局選挙制度改革やったらその後突然国民福祉だとかなんかこうもうね、はいはい、混乱しちゃってせっかくのあのね、うん、高い支持だったのに、うんそれだけで終わっちゃったところがあるんですよね、うん、だから今やっぱり日本が分かれている状況を考えると、うん、まあこれ一つやればそれでなんか全てうまくなるって話じゃないんですね、うん、だからやっぱりこうそういう今申し上げたような日本の世界の中の立ち位置とか、うんあるいはこう人口減少時代におけるこう、ねうん、社会構造をどうするかとか、うん、あと産業構造をどうするかとか、うんまあ、そうしたことをですね、うん、やっぱりいくつかこうちゃんと、まあ3つから5つぐらいの、うん、そういうところの柱っていうのが必要じゃないかなと思いますけどね。はい、ありがとうございます。はい、ということで本日はここまでとなります。また明日最終日ですけれども、古川さんにご出演いただきますので皆さんぜひご覧になっていただければと思います。高評価、チャンネル登録、そしてコメントの方もお寄せください。本日もありがとうございました。ありがとうございました。最もクリーンに献金を集められる方法とは、ちび太郎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ビラの印刷やポスターの作成ってお金かかるな。新太郎さん、これ制作費の足しにしてください。ありがとうございます。あれ、これって献金になるよな。献金の記載ってどうやるんだっけ。献金者の名前を記入するのは3万円からだっけ、5万円からだっけ。間違えたり記入漏れしたら大変だよな。はあ、どうしよう。そんなお悩みにはボネクタの簡単ネット献金、簡単ネット献金ならウェブ上に記録が残るので間違いや記入漏れの心配がありません。振込用紙の配布などの手間も一切不要。有権者はクレジットカードのみで献金ができます。領収書も楽々発行、負担を大幅に軽減。ボネクタの簡単ネット献金、これさえあれば安心。私が一番最初選挙で戦った自民党の相手はもともとお金持ちの人だった。ところが選挙のために、ね、歯科医の県会議員から見知られてるってもうずっとこう地元で言われてたでしょ。あ、そうなんです。これ他の党なんであまり言わないんだろうなと思うんですけど、
ちの党はね、政党交付金を減額したり停止したりできるような措置を、ね、やっていると、まあ